はい、こんにちは、おたみです。本日はですね、なんとなんとまたまた視聴者様からプレゼントをいただきました。じゃ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 ーん、あ、本当にありがとうございます。本当に新年早々嬉しいお年玉でございますはい、なのでちょっと早速ね、プレゼントしていただいたものを皆さんにご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速開けていきたいと思います。事前にご連絡いただいたんですけど、ただ開封するだけでは面白くないと思ったので、楽しい仕掛けをして送ってくださったそうなので、ちょっとそれもね、すごい楽しみです。はい、で、なんかその仕掛けなんですけど、アドベントカレンダーといって、本来はクリスマスの日を迎えるにあたってカウントダウンっていうんですか、1日1個ずつ窓を開けていくっていうイベントのカレンダーなんですけど、それをね、わざわざ作っていただいたということで、いや、もうすごいね、嬉しいよね、もう本当に、いや、もう本当に、まあ、開けるのが楽しみでしょうがないです。はい、いよいよ開けていきたいと思いますオープン、じゃ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 ーん、かわいい、めっちゃなんかいっぱい詰まってる、めっちゃかわいいんですけど、ご連絡いただいた時に番号が袋にとかに書いてあるよっていうので教えてくださって、それ順に開けていきたいと思います。あ、これはもしかして私の大好きなお手紙かもしれない。あ、ちょっとこれは後で読ませていただきます。ありがとうございます。すごい、私アドベントカレンダーって聞いたことはあったんですけど、全然作ったこともなかったんですけど、すごい、すごいよ、この、めっちゃ可愛い箱、これは何番なんだろう、ちょっとどうしよう、どっから開けていけないか分かんないとりあえず全部出すか、待って、なんか一番下にクリアファイルが入ってる、これは普通に開けていいのかな、じゃあちょっと出しますね、せーの、じゃん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 じゃーん、全集中点の愛知の、ありがとうございます、めっちゃ可愛い、嬉しい、愛知限定の、はい、クリアファイルになってます、めっちゃ可愛い。これは炭治郎とねずこちゃんとえんむちゃんとさねみんとうずいさんですね。そう、愛知はね、美味しいものがたくさんあるので、私もね、実はちょっと昔住んでたことあるんですよ、仕事で。かわいい。天むすと、これはソースカツと、シルコサンドだって、あずきも有名だよね、あずきサンドとかさ。かわいい。裏はこんな感じですね。はい、ありがとうございます。すごいすごい。数字がね、振ってあるんですよ、袋一個一個に。これさ、もうめっちゃ嬉しいよね。あ、こうやってね、13とか7とか、ほら、袋に書いてあります。これをじゃあちょっと1からまず探していかないとですねこれが、これ24だから多分最後だよね、きっとね。じゃあこれは開けても大丈夫なのかな。これは、すごい、すごくないヒールズアドベントカレンダー2022って書いてある、嬉しい。なんかね、そう、ご連絡いただいた時にクリスマスに間に合わなくてすいませんって言われたんですけど、いや、もう全然そんなことないです、嬉しいです。クリスマスがね、なんかもうまだまだ続くっていうことで大変嬉しいございます、ありがとうございますはい、じゃあ開けていきたいと思います。あ、すごい、かわいい。はい、こんな感じで開けていきます、せーの、ちゃ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 ーん、めっちゃかわいいこれはもう箱に数字が書いてあります。これをじゃあちょっと一個ずつ1の数字から開けていきたいと思います。まず1から、これか、はい、1個目です。初めてだからめっちゃ楽しい。待って、チラって見えちゃったやばいよこれ、いきますよ、せーの、じゃ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 ーん、かっこよい
ッチです。わ、めちゃくちゃ嬉しい。かっこよ、横顔やばい、やばいですね。いや、めっちゃ嬉しい。待って、しかも1個入ってる1個じゃないよ、やばい。いきます。じゃあもう1個、せーの、じゃ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 ん。めっちゃかっこいいめっちゃ嬉しいんですけど、ありがとうございますちょっと1個目からこれさ、豪華すぎません？ちょっと嬉しい。これさ、箱ってこのまま出し続けていいのかな、しまった方がいいのかな。一回ちょっと分かんない、戻しますね、これ1個目。はい、じゃあ次に2ですね。2が、あ、あった、楽しいなんだろう次はせーの、じゃ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 、あー、かわいいこれローソンのやつかな、私これゲットできてないんですよ。かわいい、ありがとうございます。じゃあ3つ目いきます。3が、あ、あった、3、ここですね。いいね、このワクワクたまんないですねはい、じゃあ3つ目いきます。なんだろう、せーの、じゃ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 ーん、あ、かわいいイヒヒヒって言っちゃった。これもローソンのかな、牛さんの缶バッジです。めっちゃかわいい。しかもほら、名札に富岡って書いてあるよ。めっちゃ可愛いんですけど、なんかもうここのローソンめっちゃ通いたい次が4ですね。はい、あ、なんかちょっと重いかな、なんだろう。はい、4つ目いきます。ん？なんだろうこれ、せーの、ほい、あ、可愛い、あれも持ってない、可愛い。これ確かね、誰か持ってたか、あ、親方様は持ってます。並べたいと思います。ありがとうございますじゃあ次は5番。あ、5番も結構大きいね。あ、ちょっと大きいよこれ。いきます、せーの、おいかっこいい、かっこいい、かっこいいんですけど、珍しくない、なんか牛さんのこのちょっとこう上から 見下ろされてる感じの、かっこいい。これ何のやつだろう、かっこいいね。なんかこうセンス型のデザインになってますね。この角度たまんないですねちょっとね、もう興奮して熱いめっちゃ楽しいよ。何でしょうか、じゃあいきます。あ、これも2個入ってる、もしかして。せーの、ほい、うわ、かっこいい。これさっきの煉獄さんのシリーズかな、そうだよね、きっとね。はい、もう一個入ってます。じゃあもう一個も煉獄さんかな。せーの、ほい、あ、お父さんだった嬉しい、いいね、かっこいいです。あ、これちゃんとさ、見えてなかった、箱のこう裏にね、番号書いてあるんですよ。だから戻す場所わかるね。あ、よかったよかった。次が7。7ね、こっちにもあるんですよ。7、え、こっちに7あった？あ、ある。あれ2つあるよ。じゃあとりあえずこっちから開けていこうかな。はい、なんかヒントがあるのかなじゃあ7個目いきます。はい、あ、でもちゃんと入ってるよ。なんだろう、せーの、はい、あ、ゆうさんのあれだ、ウィダインゼリーのか。これなんかコンビニでウィダインゼリーかなんかを買うともらえるやつ。嬉しい、かっこいい、ありがとうございます。やったー。あ、レモン入ってるよ、やっぱりヒントじゃないこれじゃあちょっとレモンを開けていきますね。あ、やっぱり7の袋開けてくださいって書いてあります嬉しい楽しいね、なんかこのサプライズ感嬉しいよね。はい、じゃあこちらの7番を開けていきたいと思います。なんだろう、せーの、ちゃ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 、あかっこいい、名古屋のやつだこれ。あれ、そうそうそう、スタンドフレーム、マグネットもついてるんですよね。嬉しい。私実はこれ大阪ホイール行った時に大阪限定のやつ買ったんですよ、コンビニで見つけてそうで、それ今冷蔵庫に貼ってあって、嬉しい、名古屋のシャチホコバージョン、やったこれちょっと早速またね、冷蔵庫の隣に、はい、貼らせていただきたいと思いますお次は8番ですね。8が、
けていきたいと思います。なんだろう、あ、でもこれもまたなんか2個ぐらい入ってるけど、せーの、はい、あはは、キレイさんのラマストだ、かわいい。これ一万くじ、違うか、一万くじのかな。ありがとうございます。やったやった、はい、もう一個入ってるよ。じゃ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 ーん、あ、じゃこ嬉しい。ゲイさんのこのラバスト、そう、出なかったんで、ありがとうございます。やった、あ、なんか大きい、じゃ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 ーん、あ、お菓子入ってる、やったこれはちょっとね、編集の合間に食べたいと思いますあ、目も入ってますね、こちらにも、はいはい、9の袋あげてみようということで、はい、あげていきたいと思いますこれさ、シールとか嬉しいよね。ま、なんかね、可愛くデコレーションしてくださって、本当に嬉しい。なんだろう。せーの。じゃじゃーん。あ、可愛い。なにこれ。このさ、タヌキじゃなくてアライグマ、すごい見たことある。なんかのコラボのやつだよね、きっとね。めっちゃ可愛い。ありがとうございます。じゃ、結構ね、でかいよ。キーホルダー。すごーい。鬼滅の刃と、あ、ラスカルか、そうラスカルだ、そうだ、ラスカルっていうんだこの子は、そうだ。これは何のやつなんだろう。でかデカキーホルダーって書いてあったそのまんまでした、デカキーホルダーかわいい、ありがとうございます。ラスカルもね、牛さんの大福の羽織着てるよ、めっちゃかわいいよね。だってさ、まだまだいっぱいあるよ、やばいよね。はい、あ、これカンパチっぽいな、誰だろう。じゃ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 ーん、あ、ハロウィンだ、だ、え、いいんですか、めっちゃかわいい、ありがとうございます、やったしかももう一個入ってるよ。なんだろう、いきます、せーの、じゃ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 ーん、あ、ルカさんだ、さっきのお父さんと、あれだね、煉獄家のシリーズですね、ありがとうございます、嬉しい。結構大きいですよ、また11番は。はい、じゃあいきます。あ、なんかチューブっぽい。じゃ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 ーん。ハンドクリームだ。嬉しい。ちょうど欲しかったんですよ。そう。ちょうどね。そう、ハンドクリームがこの間ちょっと切れてしまって、なんかいいのがないかなと思って、持ち歩きしやすいサイズで。わー、嬉しい。ありがとうございます。早速、塗ろう。ちょっともうね、手がね、大変なんですよ。この時期特にもう、ささくれとかね。いい香り。ありがとうございます。12が、あ、だってだ。よいしょ、何が出るかな、せーの、じゃ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 、あ、キュンキャラって書いてある、誰かわかんない、誰だろう、せーの、はい、あ、ゲイさんだ、やった、私これも出てない、やったありがとうございます。そう、この間出なかったんですよ、この間の一番くじも、ゲイさん、わ、嬉しい。ちょうどね、あの、昨日自分家でね、立志編を、はい、最初から見直していて、ちょうどね、このシーン、もうね、ボロ泣きでした。本当に。このシーンを見てたので、いや、めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。あ、これもお菓子かな？じゃじゃじゃーん。塩キャラメル、ヘーゼルナッツって書いてある。塩キャラメルとかってめっちゃ美味しいよね。なんかその、私甘じょっぱいのとかも大好きなので。いや、嬉しい。ありがとうございます。13の袋、開けて、何かな？じゃ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 ーん。あれ？まだ見えないよ、なんだろう、テクトコって書いてある、せーの、ほい、かわいい、なにこのアクスタ、めっちゃかわいいんですけど、もちもちした感じの牛さん、めっちゃかわいい、やった、アクスタ、ありがとうございます、嬉しい。これ何のやつなんだろう、テクトコっていうシリーズなのかな、早速後で開けて飾りますね、ありがとうございます。すごいよ、まだあとだって10個もあるでしょ、やばくないあ、美味しそう、こういうの大好き。14もね、結構なんか大きいよ、せーの、ちょ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 、あれ、なんかさらに入ってる、え、なんだろう、なんだろう、なんだろう、気になる、せーの、あれ、さらに入ってる、待っていっぱい出てきた、え、なんかブロマイド串って書いてある、あ、かっこいい、あ、この鱗立ちさんのこの首筋かっこいいねいい色気ありますよねめっちゃ入ってる、ウェハースかなんかのだよね、これね。そう、私ウェアハウスのとかのはなんか食べきれないから買ってないんですよ。そう、今日ね、ミルキーのやつだよね、これもかわいい、キユーさんとゼイツとキユーさんのとネズコちゃんだ、かわいい、これは私の苦しんだ銀だこじゃないでしょうか
はい、ということは誰だろう。せーの、あー、かわいい、ありがとうございます。嬉しい。いや、もう揃いました。本当にありがとうございます。あ、なんか丸いよ。あ、ガチャガチャかな。あ、みつりちゃんだ、かわいい。え、もう一個入ってるよ。誰だろう。あ、ひげさんだ。あれ、これもさっきの座らせたいのやつかな。これやっぱそうだよね。さっきのさ、煉獄さんと私、これの親方様は持ってて、でさっき煉獄さん出てきて、今みつりちゃんと牛さんが出てきてくれました。やったー。こんな感じ。はい、いいね。やっぱシリーズが揃うと嬉しいよね。16。あった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 ありました。はい。あ、え、なんか重い。16も。あ、なんかさらに箱入ってるよ。あ、これもしかして一番くじこ振るのかな。あ、やっぱり嬉しい。私一番くじこ振れ近所に全くなくってできなかったんですよ。やった、ハンドクリーム2個目ゲット。やった。かなおちゃんはラズベリーの香りだって。あ、結構大きいんだね、すごい。ちょっと混ざっちゃうから先。あ、でも甘い香りです。すごい、さっきとね、また違う。うん、いい匂いです。この箱もさ、一個一個ね、可愛いよね、柄が。お手紙入ってるよ。あ、これもお菓子かな。あ、やったー。さっきのやつ、メモが入っておりました。なんだろう、袋開けてみてね。はい、開けます。あ、すごい、こちらもコフルのやつですね。しかも B 賞だよ、やばくない。結構大きいんだね。こんなしっかりしてるんだ、すごいね。あー、可愛い、すごい。なんかね、グラデーションっぽくなってる背景が。裏はねずこって書いてありますね。でも飾ってもすごい可愛いよね。はい、ありがとうございます。じゃあ、でもお菓子かな。やったこれがさっきのシリーズのクランベリー味ですね。もうね、すごいね、可愛いシール、バッハッタルのサンタさんの。嬉しいよね、可愛い。ちょ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 、やばい、これもね、見つけられなかったの。やった、ありがとうございます。嬉しい。出ますよ。じゃ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 ーん。え、なにこれ、めっちゃ可愛い。え、煉獄さんのバレンタインのだ。え、初めて見た、こんなのあるんだ。めっちゃかっこいいんですけど、やばい。え、これ、え、待って、ミニキャラのも入ってる、めっちゃ可愛い。え、こんなのあったんだ、知らなかった。しかもまだあるよ、ちょっと待って。あはははは、かわいい、チョコになってる、煉獄さんが。めっちゃ可愛いんですけど。こんな感じでバレンタインのハートの缶バッジが入ってました。ありがとうございます。20も大きいですね。いよいよ大詰めです。ちょ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 、あ、すごい、コフレのやつだ、マニキュアだって、かわいい。しのぶさんって書いてありましたね。はい、しのぶさんも。私ね、ちょっと本当にあの女子力低いので、あの全然爪とかやらないんですけど、夏はね、あのサンダルとか履くときとかはよく足の爪とかには塗ってるんですけど、このカラーちょっとこうくすみがかったパープルです。21番開けていきます。あ、なんか結構しっかりして重さがありますね。これは何でしょうか。ちょ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 、あ、これマニキュアだ、ありがとうございます。ねずこちゃんですね。これは結構可愛い色なのかな。あ、でも結構大人っぽい色かも。こっちもすごいピンクベージュっぽい、ちょっとラメ、なんかこういうナチュラルな感じだったら日常使いしやすいですよね。さっきのしのぶさんのがこんな感じなんですけど、どっちもいいよね。今年こそはもうちょっと女子力上げていきたいと思います。22がこれか。よいしょ、かわいい、なんか UFO キャッチャーみたいなあ、これもコフレだ、嬉しい。すごいすごい、なんか女子力グッズがいっぱい入ってるトリットフレグランスってことは塗る香水みたいな感じですかね。練り香水って書いてありました誰だろう。あ、うずいさんだ、かわいい。すごいね、コンパクトサイズで。んん、ちょっとちょっと失礼しますね。んなんか説明が難しいなんかね、お花、花っぽい、うん、草花っぽい匂いがします。なんかいい感じ次が23番。あ、これもお菓子かな。あ、いっぱい入ってる、嬉しい。あ、美味しそうなのがいっぱい入ってます。シルコサンド、え、待って、さっきのじゃない。シルコサンドって全集中店のクリアファイルの、そう、ペンゲンさんが持ってた。すごい
なんかさ、謎解きみたいで楽しい。なんかすごいね、付箋回収してるみたいな。楽しい、すごい、これとだよね。やった、ありがとうございます。虹さんは何かな、楽しみです。あ、大きいよ結構、ほらすごい厚みがあります、すごい。はい、じゃあ開けていきます。じゃ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 ーん、あ、お皿だ、一番くじの誰だろう。私ね、もうね、確か炭治郎ちゃんね、炭治郎が2枚と、そう、牛さんがね、追加で1個出たんですよ。頭持ってなくて、誰だろう。できます、せーの。ほい、あ、やった、牛さん。やった、2個目嬉しい。保存用とね、使う用で使わせていただきたいと思います。ありがとうございます。ラスト、24番を開けていきたいと思います。あ、これも、あ、おかしい。オーロラをイメージした美しいホットワインの風味香るささら型。すごい楽しみ、ありがとうございます。あ、シルコサンドがまた入ってる、嬉しい。ということでラストの、はい、メモがこちらにございます。いやー、あっという間だよ。このお菓子、オーロラをイメージしてるみたいだけど、なんとなく水の呼吸っぽくて買ってみました。なるほど、ありがとうございます。確かにね、このそうそう、これがすごい綺麗なんですよ。ということで、ラストの24番を開けていきたいと思います。あ、なんかいっぱい入ってるよ。じゃ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 。やばー、めっちゃかっこいい。え、いいんですか。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。なんだろう。じゃ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 。あ、これ初めて見る。ラインナップが、かまぼこ隊と、牛さん、サビと、しのぶさん、かなおちゃん、煉獄さん、るいくん、えんむちゃんと赤座だって。あ、でも開封してあるってことは、きっと私の好きなキャラかな。せーの、あ、まだ入ってない。ドキドキしちゃった。はい、開けます。嬉しい。せーの、ほいほいほい。わー、めっちゃかっこいい。すごい、かっこいい。アニメの絵ももちろん好きなんですけど、原画の、ね、絵も大好きなので、いや、嬉しい。はい、でも最後かな。じゃ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 ーん。あ、何これ、しのぶさんとなんか牛さんのね、缶バッジのをセットするやつなのかな。あ、できた、すごい、おしゃれ、こんなのあるんだ。はい、こんな感じで後ろがね、立てみたくなってるので、こういう風に飾れるみたいです。ありがとうございます。やったー。楽しみにしていたメッセージカードをちょっと読ませていただきたいと思います。かわいい、メリークリスマス&YouTube 解説1周年おめでとうございます。これからも動画楽しみにしています。ありがとうございます。いや、もう本当に本当にね、今年もたくさんたくさん楽しんでいただけるような動画を作ってまいりますので、ぜひこれからも仲良くしてください。ありがとうございます。本日は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。